おはようございます。酒坂大輔です。今日は12月30日ですね。明日大晦日ということなんですけど、今日も会社に来てます。で、何をしに来たかっていうと、明日大晦日なんですけど、私必ず年末はですね、ある神社に行って大祓いを受けます。年越しの大祓い。今日はですね、うちの会社の目の前にある東八幡神社の手水舎の清掃、そして、今年最後のお礼ということで行ってきたいなと思っております。僕はですね、いろいろ学んだ中で、産砂の神様と、鎮守の神様ということを学びました。で、それ何かっていうと、産砂の神様っていうのは、生まれた時に近くの神社というか、まあ、神様が自分に味方ついてくれるというか、後押ししてくれる神様ができるんですけど、その神様は、まあ、神社とともに変わらないと教えられて、で、鎮守の神様っていうのは、その自分が住んでるところにですね、ある一定の結界なのかな、分かんないですけど、担当のその神社が あると教えられました。で、間違いなく僕住んでるところも実家も近いですし、私が大好きな神社です。小さい時から遊んだ神社ですし、そこに神社なのに、私の政治家の原点でもあるですね、増田五郎右衛門さんという地域の偉人が祀られているので、一回も欠かすことなくそのお祭りに参加してるんですけど、神社なのに五郎右衛門祭という偉人を祀ってる、そのお祭りにですね参加しております。なので、今日は30日ですけど、年内最後の感謝を伝えにですね、手水舎の清掃とともに行ってまいりたいと思います。後ほどもう一本ですね、現地の方から動画撮らせていただきます。こちらがですね、僕が大好きな、東八幡神社さんでございます。必ず礼儀として、まずですね、道の真ん中は歩きませんしね、参道ということで、参道ですね。しかもお宮参りと、神社ですね、まさにこれは女性のですね、大切なところですね。なので真ん中は歩きません。必ずここでお辞儀します。はい、で入ります。これ結界なんでね、この神社ね、狛犬さんいないんですね。まあ、狛犬さんが言えばいいなと思ったんですけど、ですいません、これ1週間ぶりになっちゃうので、この今からですね、手水舎清掃をさせていただきたいと思います。社務所はあるんですけど、神社、こちらの神社ですね、いないので、神主さんがね、で、一時ですね、すごい子供がね、石とか入れちゃったんですよ。なんで僕が勝手にですね、これを作ってですね、ビスで止めちゃいました。特に何も言われてないので、もう何年も経ってるんですけど、で、これちょっとね、折れちゃったんで、ちょっとこれも考えようかなと、どうするか考えようかなと思っております。それではちょっとね、清掃してみます。皆さん、この状態覚えていてくださいね。この状態ですよ。これがですね、綺麗でしょ。この神社ですね、相撲大会も僕が小学校4年生から始まったんですね。で、団体戦とかもあって、町内で大盛り上がりで、自分が3位になったり、1位にはならなかったんだよな、今までも。ここですね、八幡神社って神社なんですけど、私の政治家の原点ですね、増田五郎右衛門さんの慰霊碑があります。慰霊碑があって、この増田五郎右衛門さんのことが書かれております。朝頃山さんのね、この慰霊碑を作ったなんか、ここ東町って言うんですけど、そこの文献があって、で、この慰霊碑を建てたんですけど、この中に青年団の僕のおじいちゃん名前が入ってたと。そして僕も気づいたんですけど、なんとおじいちゃん、ここ6号っていう地域なんですけど、6号の東町っていうところなんですけど、6号の消防団でもあって、僕も消防団入ってて、なんか縁を感じましたね。まあ、とにかくここでいたずらしましたね。これをこう、あーってこうターザンごっこしてね、これ落としちゃったりね。いろいろいたずらしましたね、本当に。はい。で、これ、何年か前に、私がですね、会社でですね、奉納させていただいたものでございます。はい。で、ここですね。で、私、いつもですね、これ見ていただきたいんですけど、なるべくですね、お金入れて、おかげさまでありがとうございますって書いてですね、自分の
名前を裏に書いて参拝してます。ちょっと参拝というかねしてみたいと思います。今ですね参拝が終わりましたのでここからですね、戻りたいと思います。ここで切って、おはようございます。寒いですね。風がないもんでまだいいですけど、はい。毎日あるよ、いつも。あ、そんなことないです。いつあんまりよくできてなくて、今ちょっと洗わせてもらいましたんで、はい。はい。良いお年を。今宇治子さんが年始の準備にですね来ていましたのでご挨拶させてもらいました。僕のね同級生のお父さんなんですね。はい。というか皆さんに初詣だけじゃなくてですね、やっぱその1年最初にお願いしたなら最後にもお願いした方がいいかなと思ってますので、皆さん近くのね神社に行ってもらいたいなと思います。まあお墓参りはね明日僕行くんですけど、お墓参りはお墓参りで行かなきゃならないですし、いつもお願い事だけじゃなくてやっぱりなんですか、あの感謝最後に締めくくりもねしないといけないかなと思っております。ということで今日のこれ事務所なんですけど、あんまり汚いね、あんまり見せられたくない、ね、はい、また事務所に戻ってきたので、皆さんあの神社とお墓参りは行った方がいいですし、なんすかねやっぱりこうもうお願いっていうかね、いつもね感謝するんですよね。感謝を伝えに行ってる感じですね。あの初詣にしても何にしてもそうなんですけど、感謝を伝えに行ってるところが大きいかな。はい、寒いですね。それにしてもということで、また明日更新するかどうかちょっとわかんないですけど、皆さんあのまずチャンネル登録して、そして、グッドボタン、いいねボタンしてコメントください。はい、いつもコメント読んでます。はい、いつか近々やるあのコメント返信したいんですけど、はい、なんとかしたいなと思っております。皆さんぜひですね、チャンネル登録、もう一回言います、チャンネル登録、いいねボタン、グッドボタン、コメントお願いします。はい、何でもプラスに変えちゃう下げ坂大輔です。